最終階級は大将。アメリカ太平洋艦隊司令長官剣太平洋軍最高司令官統合参謀本部議長を務めた。イリノイ州シカゴの生まれ。メリーランド州アナポリスのアメリカ海軍兵学校を1916年に卒業した後、ラドフォードは戦艦サウスカロライナに上官し軍務に就いた。第一次世界大戦に従軍した後、1921年に 飛行訓練を終え、太平洋戦争開戦直前の1941年には、飛行訓練部隊の司令官に任命された。1943年7月に少々に昇進後、第11空母戦隊司令官として、マーシャル諸島、ギルバート諸島攻略作戦に参加する。爆涼勤務を経て、1944年11月からは、第6空母戦隊司令官として、伊王島。 沖縄の攻略戦に参加した。戦後は第二艦隊司令長官などを経て、1948年1月に海軍作戦次長となった。しかし、空軍の巨大戦略爆撃機 B-36 の配備か海軍の大型空母、ユナイテッドステーツの建造化をめぐって、海軍の将官たちが民主党、トルーマン政権のジョンソン国防長官と対立した。 提督たちの反乱で最強候補だったラドフォードは1949年4月に太平洋艦隊司令長官太平洋諸島新宅島治療高等弁務官としてワシントンから範囲に転出させられた。しかし共和党アイゼンハワー政権が誕生するとラドフォードは海軍作戦部長を経ずして1953年8月に第二代統合参謀本部議長に就任する。 在任中は巻き返し政策と大量報復戦略の熱烈な支持者として行動し、第一次インドシナ戦争の前後には中国をはじめとする共産主義勢力に対し核攻撃も辞さない強気の政策を展開するべきことを繰り返しアイゼンハワーに進言していた。1五十七年に議長職を退くと共に退役。引退後もアイゼンハワー、ケネディ及び ジョンソン大統領にしばしば助言を行い、ドレーパー委員会のメンバーにも選出された。統合参謀本部議長としてラドフォードは、インドシナにおけるフランス軍の動向及び、特にディエンビエン風の戦いの数勢に最新の注意を払った。ラドフォードは、フランス軍部隊を支援するため B-26、インベーガーを派遣した。また、ラドフォードは、 ディエンビエン風を守るために核兵器の使用をフランス軍と検討したとされる。ラドフォードはベセスダ海軍病院で1973年に没した。ラドフォードの亡骸はアーリントン国立墓地のセクション3に埋葬された。ラドフォードは強大な政治力を持ち、おそらくアメリカ合衆国史上最も影響力を持った帝徳として、 現代のアメリカ海軍士官の中でも最も偉大な提徳の一人とみなされている。スプルーアンス旧駆逐艦アーサー・ W ・ル・ラドフォードはラドフォードにちなんで命名された。ホノルルのラドフォード高校もラドフォードにちなんで命名された。1957年に設立された同校は真珠湾を見下ろす位置にある。ありがとうございます。